はい、皆さんこんにちは。今日もセンターステーションシミュレーターやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらインゴットを作っていってワークベンチの方を作りなさいということでしたので今日はその続きですね。で、炉の方は3つに増やしてあります。木を植えるやつも増やしましたが、なんかちょっと種違うのもありましたので、まあ、とりあえず4つにしてありますね。木がまだ育っていませんのでちょっとワークベンチ入れれませんが、インゴットの方は2つだけですのでこちらは入れていけます。ちなみにですね、こちら木材燃やしてましたが、石炭取ったところのやつも入れたら燃やすことできましたので、まあ今は石炭に変えています。さあ、どんどんちょっと鉄の方は今後何かに使うかもしれませんので、作っていきましょうかね。こちらも回収すると。で、鉄鉱石の方入れておきましょう。よし。で、木材取れるようになったかな？まだか。ということで、今ある4つだけとりあえず突っ込んでおきましょうかね。よし。もうほんとこれサバイバルゲームみたいな感じで、作っていく、珍しい店作りのゲームですね。よしよしよし。あとは、とりあえず、木が育たないと、何もできませんので、木を育つのを待ちましょう。あと、キットの方が2つありますので、こちら2つ種ある。これ植えればいいのかな？ちょっとまだわかりませんので、タスク来るかもしれませんので、とりあえず保留にしてあります。インゴットの方は石炭がどれぐらい持つのかがよくわからないので、まあ、できたら無駄なく燃やしたいので、もしこれ途中であれかな、火が消えても石炭足すのはやめておきましょうかね。鉄のインゴットもうちょっと取ってきてから突っ込みましょう。まあ十分今4つもあるから問題ないと思うんだよな。さあ、どうかな。キノコ、木も5つが取れどなんかが全然わからないけど、ああ取れた取れた。あ、これ取れるとかなんか出ないのかな。もう、あ、なんかでも今光が消えたような気がするな。はい、これでワークベンチできた。ちょっと木の方を取ってって、おっと、インゴットは1個出来上がってますね。よし、これもポイして種植えていきましょう。種をとりあえず木の種は植えていく。種そのまま帰ってくるんでね、もう一回植え直しで大丈夫です。水もそんなにあげなくて大丈夫なので結構楽ですね。よし。さあ、インゴットまだ燃えてるね。よし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 。さあ、これも突っ込んでいく。インゴットめちゃくちゃ増えてきた。 OK。 さあ、さすがに3つあると楽ちんかな。ただ鉄鉱石がなくなったのでまた採掘行かないといけませんね。よし。さあ、これでワークベンチの方ができましたのでチュートリアル進みましたね。ワークベンチタブレットの E キーを使用して回転のこぎりを作りますと。これで回転のこぎりはどれだ？これか。こちらの方ですね。アイロンインゴットが2つということで、OK。この水色のところに置けばいいのかな？はい、1個2個、まあ、余裕で作ってあるので OK。 さあ、これ作ったよ。作ったらこちらの方は B キーを使用してビルドメニューを開きますと。小さなノコギリを作りますということですね。ということはこれはまだなのか。あ、置けない。B キーで回転ノコギリ、これか。そう見るでいいのかな。で、台が隣に置いておきましょうか。必要なものは何だっけ？見てなかった。必要なのはアイログウッドが4つに、なんだこれ、あ、メタルブレードか。違うの、メインブロックに、これは何だろうな。なんか、あ、これがあれか、ノコギリの刃ですね。よし、これを突っ込みなさいよということは、やばい、メニューが消せない。よし。これを入れる。で、木材が4つか。4つはないね。もうちょっと育てないといけません。鉄はいらない。なんだ？あと、メインブロック。これかな？
これっぽい感じがするけどな。エレクトリックソーメインブロック、これか。ね、インゴットが8個。いや、いっぱい作ったのにな。あっという間になくなった。さあ、こちらを作っていく。え、これサバイバルゲームじゃないのか、本当に。え、なんでこんな作らないといけないんだ。で、インゴット、あ、できてますね。ちょっとインゴットの鉄鉱石取ってこようかな。よし、これで足りるか足りないか。あーし、できた。で、こいつを入れておくと。OK。で、木が育つのにまだちょっと時間がありますので、鉄の鉱石取ってきます。さあ、とりあえず10個取ってきましたので、これで、またですね、いけるはず。さあ、とりあえず10個で、入れていく。石炭の方もいっぱい方、採掘はできてますので、まあ、取ってくれば、こちらの方にまた持ってきましょう。で、インゴットは OK。あ、で、葉っぱがいけるね、いけるね。木材があと2つか。これで、よし、完成だ。一応先に種は植えておきましょう。よし、こんな感じで OK。で、こいつはここに置いておく。さあ、そしてもう一回、木の方は植えておきましょう。なんか種増えた？種ひょっとしたら増えたかもしれないな。OK。はい、続いてのチュートリアルを見ていきましょうかね。丸太を手札に加える小さなノコギリの、なんかカッコキーを利用します。ボードが2枚になる作業を繰り返してくださいと。なんだろう。これを入れて、こういう感じか。あ、電力やばいぐらい食ってるな。大丈夫なのかこれは。はい。で、もう一回やるのか。さあ、これを何回かやりなさいと。ああ、全面ちゃんと削らないといけないんですね。4面これ削って、最後半分に割るってことかな。さあ、もう1面やって、そして鉄はどうかな？鉄はまだ大丈夫。できてない。さあ、それで、これで四角くなったので、さらに半分に割ると。え、こっち側に切るの？え、ちょっと待って。板作るんじゃないの？勝手に真っ二つに割るのかと思ったら、ちょっと違うんですね。え、これな、ああ、そうか。両方切ってからか。切り口をきちんとしてから半分に割る。はい、これでボードが二つできたよ。OK。ただ、こいつも置く場所がないのか。OK。まあ、鉄の方も出来上がりましたね。とりあえず、これは OK 入れてと。ああ、早く入れよう。OK。ああ、忙しいな。これ、もうほんと一人は忙しいぞ。はい、そしたら次、タスク行きましょうかね。B キーを使用してビルドメニューを開く。プラスチックを生産するための製油所を生成して、建設してくださいと。作業台で製造可能アイテムということですので。待って、これ切っときたいな。電源切りたいけど、切れないや。プラスチック、これなのか。これクラッシャーになってますよね。ああ、まだある。ここは、ないけどな、そんなのは。どれなんだ？製造のやつで作れるって言っていたので、こういうやつで作るのかな？どう？プラスチック。どれだろう？あ、これか。プラスチックの製造機って言ってましたよね。ちょっと待ってよ。1,2,3 めちゃくちゃいっぱいあるので、どれがプラスチックの製造機なのかが、わからないけど、ちょっと待って、デリート。あ、これ×か。あ、これ、テーブル、アイテム、インザ、ワークベンチってなってますね。オープンザ、ビルドメニュー、ビルド&、そうだ、やっぱりプラスチックになってるな。プラスチックを作る機械を作りなさいと。さあ、よくわかりませんが、これですかね。製油所となっているので、これを作ればいいのかな？ちょっとわかりませんが、一応これ設置してみよう。必要なものをもう一回確認。どこにあったっけな？あいつは。あ、これだ。
ベースとなんだろう、これはリザーバーと、まあとりあえずメインブロックがシャーシリザーバーメインブロック、やばいこれ覚えてられない、ということでもう一回見よう。まずはベースですね。ベースはどれだ。さあそれからちょっと探さないといけないので大変ですが、あーこれかな、リファイナリーベースって書いてあるけどこれではないかもしれない、ちょっと一旦いろいろ探していきましょうか。さあおそらくこれですかね。アイロインゴッドがとりあえず4つって言ってるので、まあ、これは作れる。いやそれにしても資源の方がめちゃくちゃ必要ですね。これは入れる。あー1個できた。ちょっと待って、これ4つ必要とかなのか。めちゃくちゃ必要になります。あでもベースこれ1なのか、7ですかね。やばいなこれ、量が半端じゃないな。あーそしてシャーシが必要。これ鉄がめちゃくちゃ作らないとダメなんですね。ここの近く、これか、これもアイロインゴッドが4つ必要ということで全然足りていない。いや鉄の方をめちゃくちゃ作らないといけませんね。なんてすごいんだ、こんな機械まで自分で作るとは。ね、でこいつを当てはめる、ね、でまあシャーシーベースの方は分かったとして、次はリザーバーかな、これなんだろう。これが1個でいいはずなんですけど、まあ、この近くにあるってことですよね。こいつかな、アルミニウムインゴット。あーなんかいろいろ取ってこないといけないってことですね。なるほど、ということでちょっと鉱石いっぱい取ってきましょう。ということでいっぱい鉱石ちょっと取ってきました。そして炉の方も増設してありますね。鉄のインゴットとかも、今こんだけ作ってあります。でちょっとそこら中に散らかってるのでストレージを作りたいなと思ったんですけど、まあ竹が必要だよと、バンブーって書いてありますので竹が必要だよということですので、竹もちょっとだけまだ育てたばっかりなので全部ありませんが竹の方も、育ててみました。これでまあとりあえずこれですね。プラスチック作るやつを作らないといけないので、まあそれがメインですので、まあ竹とか木の方は後でゆっくりと育てていこうと思います。とりあえずどれぐらいあるかな、アルミニウムも溶かし始めたんですけど、まあ鉄がやたらと必要な感じでしたね。ということで多分足りるかな、作っていきましょう。まずこの輪っかみたいなやつがあと6個作っていかないといけないので、まあこれも作っていきましょう。よし、さあこれを入れていくと、で6個なのでまだ必要なんですよね。で作っていく、まあこんだけいっぱい作ってあれば鉄の方は足りると思うんですけど、まあ、採掘がめんどくさかったですね。よし、これで OK。よし。さあ、これであと何個だろう ?1、2、3、3つぐらいかな。これは選ばなくてももうこちらでいけるんだ。複数個作れるといいんですけどね。よし。で、こいつも来ると。さあ、あと1つかな?それとも、てっぺんまで行かないといけないのかな?作る。さあどうかな、これ一番上は、あ行きましたね、一番上大丈夫と。でその次にこちらのタンクですね。インゴットが4つにアルミニウム2つということで、アルミニウムももう作ってあります。まあ、この出来上がってるやつからちょっともらおうかな。アルミニウムで鉄溶かしておきましょうかね。石炭で燃料化してあるのでまあ大丈夫ですね。で鉄のインゴと4つ、よいしょ。さあこれでとりあえずは OK かな。はい、このタンクを取り付ける。最後この下がベースなので、これですね、インゴットが6個ということで、これもまたせっかく作ったのにいっぱいだ。さあアルミと
鉄の方ができてるので、これは回収しておきます。これ入れればいいや。回収しておきましょう。で鉄をもう一回作っておくと。でインゴットですね、もう底が見えるぐらいになってしまいましたが、よし、あと1本かな。さあこちら入れ、あ、まだ足りない、6個か。そっかそっか、はい、これをつけてとりあえずは完成と。よし、きた。はい、そしたら次のチュートリアルの方に向かいましょうかね。次の方は何をする？こちらの方は製油所の丸太を追加してプラスチックの生産を開始する。あれ、木だけでいいのかな。これを下かな、あ、ここに入れてプラスチックの生産を開始する。待って、あとは木の方もちょっと板にしていかないといけませんので、板にしていこう。はい、そしたら続いては松と、リファナーを B キーを押してプラスチックバケツを回収しますと。え、これで E キーを押す？バケツにしてからかな？これまだかな？まだできてないんですかね？これがちょっとわかりませんが、なんか燃料的なの入れなくていいのか、どうかもわかりませんが、まあちょっと待ちましょうか。さあ、こちらなんか1メーター溜まっていたので、とりあえずプラスチックができましたね。そしたら続いてですね、B キーを使用して開きます。施工メニューで水筒製造機。ウォーターボトルなので、まあこれペットボトルですね。こちらの製造機を作りなさいということみたいです。これでいいのかな？どれだ？ウォーターボトルなんとかですよね、きっと。まあこれもちょっと探していかないとわかりませんが、どっかにはあるはずなので、フード系なのかな？あ、これか。マシンウォーターボトルって書いてあるな。こいつを作りなさいということみたいです。どう？向きが全然わからないけど、ちょっとこっち側の壁にしておきましょうか。はい。これでいいのかな？裏表が全然わかりませんが、もう一回見てみよう。こちら、左に箱があった方がいいのかな？どうなのかわかりませんね。まあちょっと、これはキャンセルして、そうだな。もう一回ちょっと作りましょう。はい、まあこんな感じにしてみました。で、これを作っていかないといけないんですけど、必要なものは、なんだろう、これ、ブロックプラシカル。ちょっと一旦見ていくか。あ、ここももう一メーター溜まってますね。なんか木をどんどん突っ込んでいけばいいのかわかりませんが、木はいっぱい突っ込めますね。で、必要なのはどれだろうね。さあ、これはわからないな。またここから探すことになると思うんですけど、まあ、この中からちょっと作っていくというような感じになります。はい、ということで、まあちょっと、ほらかな、こういうやつかな。まあちょっと部品の方がわかりませんので、部品の方などは、次回までにちょっと見ておこうと思います。それでは今日はこれぐらいにして、また次回やっていきましょう。皆様、ありがとうございました。Thank you.